歴史的猛暑の2010年8月、業界に激震が走る。ルアーの独創的メーカージャッカルとフィッシングタックル総合メーカーシマノが手を組んだ。一体未来に何が起ころうとしているのか。果たして彼らは黒船か、あるいは救世主なのか。全ては実調主義、実践から湧き上がる熱きプロフェッショナルたちの声、そしてそれを世界トップレベルのテクノロジーが支える。燃えたぎる魂と研ぎ澄まされし頭脳との融合、果たして未来は明るいものなのか。真相報道クロスオーバーレボリューション、時代はパラダイムシフトを待っている。バスフィッシングにこう取り巻く環境とかね、そういうのを少し教えてもらえないかっていう話が、島野さんの方からあったんですね。で、僕バス関係のことはだいぶ詳しくなってるんで、それはもう立ったらいいですよということで、まず最初お会いして、で今こんな状況でバスこういうふうになってますみたいなお話をしたんですね。で、それで終わりかなと思ってたら、したらその後しばらくして、もう一度ちゃんとお会いできないかというお話をいただいて、で、そこで、話になった時に、いや実は一緒に何かできませんかねみたいな。やっぱり今までになく、驚きましたね。ジャッカル始めてから、本当にいろんなことが起こって、大概のことでは驚かないんですけども、さすがに今回は驚きました。実はロットを一緒にやりたいなと。2010年3月、琵琶湖のほとりにある某所で新たな動きがあった。日付だけ言っといてください。日は本日、2010年3月11日です。いよいよ今日からスタートでございます。ナルオが運び込むのはロッドポイズン。一体何が行われようとしているのか。この日居合わせたのはジャッカル会長を務める加藤と社長の小野、そして取締役の森とロッド担当の鳴尾だ。島の側からも幹部たちが顔を揃え、両者合同によるファーストミーティング、そこで話し合われた内容とは。分かんなきゃ分かんないほど衝撃大きいと思いますよね。お互いの差を持ち寄って、自分たちが今までどういう差を作ってきたのかって、これ確認しないと話が前に進まないんで、差を合わせっていうのかな、いうのをして、でその時に振ってみて、自分たちのテイスト、こういうテイストの差は好きなんだとか、いうことを説明して、差を作る方向性っていうのかな、が違う部分があったんで、もうこれはもう合わせてもらわないと困るし、我々も ここは見習って作った方がいいなみたいな、そんな話がもうメインの、本当にスタートラインに立った時に方向性を合わすためのミーティングが最初のミーティングですね。確かになんかすごいことが起きるのかなと、僕らが今までできひんかったことができるっていう期待はありましたし、そこで選手と使い手と作り手の間をちゃんとできるかっていうのはもうすごいプレッシャーでした。ナルオがプロジェクトの存在を知らされたおよそ一月前、それは2月の横浜国際釣り博の時であった。加藤と小野は多忙なスケジュールの合間を縫って島野との調印式を行った。そこでこのプロジェクトの描く未来像が話し合われたという。ジャッカルさんとですね、私どもがですね、手を結んでいくことによりましてですね、釣りの世界、バスフィッシングをですね、楽しんでられる皆様に、新しいバスフィッシングの世界を感じてもらえたらと思いまして、今回このような形で話を進めさせていただきました。やはりですね、加藤会長、はじめですね、皆さん非常にそのバスフィッシングの業界に対しましてね、非常に真面目に、技術的なものだけではなくてですね、献身的にこれから業界を盛り上げていこうという姿勢がですね、外から見ておりましても非常によくわかりました。
まあ、そういうとこを、まあ、見ているうちにですね、まあ、これやったら私どもの方のですね、その技術力とジャッカルさんのですね、まあ、そういうその業界に対して非常に謙虚に取り組まれている姿勢というものがですね、まあ、コラボレーションしたらまあ面白いことができるんじゃないかなということで、まあ、こういう話になりました。4月2日、島野から初のサンプルが届いた。ミーティングにより絞り込まれたアイテムがついに形となったのだ。これまでのものづくりと違って今回のはもう会議者の中でも知ってる人がほとんどいないんで、すごいもう機密度ががっちりしてるんですよ。なんで毎回毎回サンプルは営業所で個人名で送っていただいて止めて、それを引き取りに。個人名で送られてきた無印の段ボール、ナルオは裏の倉庫から密かに加藤のキャドルームへと運び込む。どっちかっていうと、こう僕のイメージってすごく技術の高い会社でガチガチっと硬い感じで物を作ってくる感じだったんで、あまり釣り人臭さを島野さんに僕は感じたことあんまないんですよね。でも一緒にこう話してみると、いやこんなに釣りしてんだこの人たち、分かってるやんって感じがね出てきて、これだったらこうなんていうのかな、もっとよく話をすればすごいものにたどり着くの意外と早いかもしれないなっていう気がしたんですね。であとはもう僕らのこう持ってるノウハウをね全部出し切って、きちっと伝えればそれは返ってくるっていう風な感じを受けたんで、またいいものを作れる、もう全力でやれるなっていう気がしましたね。小野と成尾が降り立ったのは九州熊本県。ここにシマノの製造ラインがある。これまで一度も公開されたことがないという超極秘ゾーン。しかし今回はこの取材に特別許可が降りた。もちろん制限はあるにしろスクープと言える。世界に誇るシマノのテクノロジー、早速取材を許されたエリアへと潜入する。ここはめちゃくちゃ綺麗だねこれ、エリアの一角にある分厚い扉が開けられた。あ、冷蔵庫だね。これ結構低い温度でやってるんですね。そうですね、やっぱりね。辺りに漂う冷たい空気、中にはロッドの材料となる多くの種類のカーボンシートが保管され、その扱いはまさに生物、常に低温に保たれ徹底した品質管理が行われている。次に裁断工程、先ほどのカーボンシートが機械により正確にカットされていく。そう、この形状こそ蓄積された技術の結晶、プリプレグと呼ばれるこのシートの組み合わせがロッドの強度やパワーを決める。ロッドの命ともいえるマンドレルと呼ばれる芯金、これでロッドのアクションやテーパーが決まる。種類の豊富さにナルオも驚く。熟練工の手によって一本一本丁寧にプリプレグが巻かれていく。ああいう作業がきちっとできるようになるまでどれぐらい熟練度って必要なんですか、期間的に。1年はかかるんですか。その重ね方やカーボンの種類によって無限のアクションが付加されるのだ。これを最新鋭のマシンによって均一な圧力で巻きつけていく。いやこれ一本作るのにね、これ工程の本当にこれが動く一部なんだけど、これだけの手間暇かけるんだもんね。巻きも綺麗だね。この隙間とかムラがね、いわゆる竿の折れになっちゃったりするんで、あ、これが最終ですか。テーピング巻いてスパイラルレックス、はい、スパイラルレックス入って、オールジャンルの釣り具を知るシマノのテクノロジー、徹底した品質管理の下でシマノクオリティは生み出されていた。ロッドはこの後炉で焼かれ、マンドレルが丁寧に抜き出される。これでようやく竿らしい形となっていく。
まあ、ただやっぱり今見た設備の中でもやっぱり一つ一つのこう手のかけ方とか、まあ、あと品質に対するこだわりですよね。丁寧さってやっぱり違いますよね、やっぱり、うん。これがシマノを代表する最新技術、スパイラル X のイメージ。カーボンテープを隙間なく内外装で逆方向に巻くことで、より高い強度とねじれにも強いブランクスを生み出す。この製法はもちろん今回のプロジェクトにも採用される。立ち入り禁止だそうです。結構危ないんでね、破断のテストは。やってますね。やってるやってる。うわ、音聞こえるんじゃないこれ、バチって。うわ、曲がって、曲がってる。おお、飛んでんじゃん。この音、強度テストですよ。竿をギュッと曲げてどこまでこう耐えるかっていうテストしてるんですよね。これが最新テクノロジーを搭載した新ポイズンテストサンプルの破断強度テスト。その粘り強さをご覧いただきたい。うお、来た。おお、こっちも飛んできた。すごいですよね、あそこまで曲がって。でももう本当に縦に裂けてるものとか、いわゆるもうバラバラになってるんじゃないですか。これね、すごいロットとして設計がいいってことなんですよね。一箇所で折れる竿っていうのは、いや、そこにだけに集中、負荷が集中して折れちゃうんですけども、こうやってもう粉々になる竿っていうのはものすごくこう設計上のバランスがいいんでね、もう本当に粉砕されるっていう感じですよね。あとね、その辺傷あるじゃないですか、壁に、上に。あれね、過去いろんなロッドテストしてロッドが突き刺さった跡だそうです。まあ、かなり過酷なテストなんですが、こうやって新しいロッドが次から次へと生み出されてるみたいですね。幾度となく変更を加えたテストサンプルはいよいよ最終段階を迎えた。この日、ジャッカルのプロスタッフたちは多忙なスケジュールを切り詰め、愛媛県の某リザーバーに集結した。そう、ここで全アイテムをテストする。小野くん、どこまで行く？トントンと見ながら左側まで。お、開始早々、加藤のロッドが大きく曲がった。ルアーはプロトのソウルシャット68だ。うわ、うわ、でっけえ。いい感じですね。食った時の感じがもうプッて入ってる感じがしてるもんね。そのロッド来てますね。このロッド来てるんですよ。これ来てますね。このロッド来てますよね。はい、ルアーの、そのルアーにハマってますね。そうなんですよ。これさ、いけてる。仕上がりは上々。いけてる。キュイって入ってる。ダントツでサンプル数の多い加藤。これまで微妙なテイストにこだわってきた。来た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 。今度はダウザー俺たち、新カテゴリーのベイトフィネスロッドだ。いいね、かけるといいねこれ。うわ、先怖え。キュイって感じ。平気なんだな。ベイトフィネス、やばいな。かわいいけど、えい、薄ぐらいですね。ちっちゃい。ジャッカルが求めるのは数値上のスペックでは測れない感覚の部分。魚をかけた時の感じはもちろん、巻き心地からリールとのバランスまで全てが試されていく。いい魚っすね。だいぶ焦ってますね。マジですか。そしていつしかヒートアップしていく小野と伊予部。全部抜かれる。うわ、マジですか。使い込み、初めて分かる感覚もある。いいな。強すぎても感度が良すぎても正解とは言えない。ベイトフィネス、スモールラバージグ、
5.8 のフリックですね。まあ一つね、すごくトータルのタックルセッティングで重要なポイントがあるんですね。っていうのが、これがアルデバランの MG7 7対1のハイスピードのギア比のベイトキャスティングリールなんですけども、やっぱりねこういうリグを使うときにスイープなフッキングが必要なんですよ。もうリールを高速で巻いて合わせてるんですね。要はロッドを煽ってフッキングするんじゃなくて、キャスティング性能だけがねベイトキャスティングリール、こうベイトフィネスの場合よく注目されるんですが、まあ、それと同等以上にこの巻き取りスピードっていうのはすごく重要になる。おわすごいな、イオケン。ちっちゃい。来た来た。いいな、ちょっと遠目で食ってもしっかりとこうやって貫通してしっかりかけてくれる。あー、いい仕上がりになってきたんじゃないですかね、これ。さあ、いい感じ、いい感じ。実践さながらの状況下で行われたこの日のテスト。まあ実際今日もいい魚かけたけど、もう全く問題ないね。操作性もいいし、こうレギュラーの方。4人のプロアングラーが集結することで初めて見えることもある。半年にも及ぶ開発期間、試行錯誤で進めてきたこのプロジェクト、ようやく終着点が見えてきた。8月26日、ついに正式発表の日が。ジャッカル島の業務提携の記者発表が行われた。この度株式会社ジャッカルと株式会社島のは、昨年来業務提携に関する話し合いを重ねておりまして、この度正式に業務提携契約を締結いたしました。世界に誇る精神の開発力と固定概念にこだわれない発想、そして我々の最速の開発スピードが組み合わされば、この先どんなものができてくるか、まあ想像してみるとどんなすごいことができるのかと、胸躍る気持ちでいっぱいでございます。この日は業務提携に関する発表にとどまった。会場に詰めかけた大勢の記者たち、そう誰もが思ったはずだ。この先一体何が起ころうとしているのか。プレス資料に記されたクロスオーバーレボリューション、この時確かに時代は動き始めていた。いろんな場面がありますよ。いろんなネタはしかります。ロードマップはできた。ロードマップは語れないのが辛いところ。記者発表の直後、島野から一報が入った。新ポイズンのデザイン案が出来上がったらしい。この日は折しも海外出張の日。小野と成尾はフライト前に空港近くのホテルでデザイナーらとコンタクトした。ロッドはポテンシャルもさることながらデザインも重要なファクターである。かっこよくなければヒット商品にはなり得ない。じゃあ行ってきます。息つく間もなく旅立つ2人、企業戦士に休息はない。シチュエーションを変え、今度はおかっぱりでの実調テストに挑んだ。おっしゃ。まずは伊予部の担当する巻物系バーサタイルロッドが弧を描く。トップウォーターいい感じ、ここに、はい、そして押し食った、押してかい。お続けたまに斧ヒット。あ、でかいね。全然良くなった、68全然いいよ。バックラッシュもないし、パワーも十分。惜しくった、ビンゴ。とにかくポテンシャルは来ている。あえて遠くで振っても乗ってくれるのがいいな。徹底的にテストを繰り返すことで、その手応えは確かなものになっていく。あんだけね、ロングディスタンスで投げて、あんだけ遠くで振ってちゃんとかかってくれるっていうのがこのロッドのいいところ。オッケーオッケー、いたいた。
一方の加藤とナウザー俺たちはミエバスを発見。左の落としてえな。いいと絶対左行きますね。右投げて風で流すか。そう、サイドフィッシングこそ加藤が最も得意とするスタイル。最終プロとのテストにふさわしいシチュエーションだ。いただきます。え、おお、来た。よし、取ったー。おおおおおおいい感じでしたね。カリカリ感ゼロ。でかいっすね。落ち着いたやり取りでしたよね。落ち着いたやり取りでした。カリカリ感ゼロでしたね。これで落ちたらもうただのアホや。ねえ。完璧だよねこれ。よっしゃ来た。おお。今度はダウザー。うわー、でかい。琵琶湖をメインフィールドとしたパワーバーサタイルロッドだ。はい、どれどれ、一等で決めてきましたわ。小野と伊予部はとある小規模河川へ。シチュエーションに合わせたロッドをテストした。おっ、おっしゃ、食った。おっしゃ、あれだよ。お、刺した、伊予部ブロックだ。おっしゃ、おらー、お、でかいでかい。おっしゃー、予定フロッグ。おー、でかい。おーらー。出た。ダブルヒットだ。いい、でかくなった。完成だな、もう。直したくないな、やっぱり俺は。完璧、うん、完璧。これもなんかすごいよ、パワー。完璧。あ、でかい。あれパスじゃない。10月上旬、伊予部は再び愛媛県にいた。手にしたのは唯一早い段階からゴーサインを出していた会心のロッド。その答え合わせが目的だ。おっしゃ、一発。40ぐらいあるとこ行って細いけど 72H。 もう完成、これもうフロッグやってもよし、フットボールやってもよし、ライトフリップよし、グリップの長さもパワーも操作性も全部いいですね。はい、持ち重り感ももう全部なくなってスッキリしてるし、72のレングスっていうか長さに感じない仕上がりですわ。その手応えはやはり確かなもの。伊予部はより実践的なシチュエーションへと足を進めた。おっしゃ、はい。何を隠そう、この時ペットネームが決まった。次々とバスを釣り上げヒートアップしていくイメージからラッシュバーンの名が継承された。はい、早いね、やっぱね、勝負がね、このサイズになってくると。あんまりチンタラやってると、あのテトラだからファンって切れちゃうからね。今ラインフロールの18ポンドだけど、18でこのサイズでもスパンって切られるから、これからもう40ぐらいはすぐポーンって抜き上げれるロッドのパワーも必要になってくるし、うん、いい感じのテスト結果になってきてますよ。まさにその名に恥じない仕上がりの良さ。完成はそう遠くなさそうだ。おっしゃ、でかい。おっしゃ、バランスね。おらおっしゃー、50分来たよ。
出ましたね。ねえ、こんなん7人の位置じゃ取れないですよ。7人の位置じゃないと取れないですよ。スピニングとかだともう絶対ピツッと切れるし、しっかり抜ける。でこのサイズをあの秒数で取れるっていう、まあテトラにラインが擦れたのも一貫ね、もう一発で終わりだから、もう吸われる前にも取るみたいな、もうそんな仕上がり。うん、7人完成。ね、完成。もう触りたくない。10月下旬、ダウザー俺たちも再び愛媛を目指した。最終段階のプロトロッドに改良が加えられたのだ。言ってるわ。めっちゃ飛ぶ。全体的にシャープさが上がってるんで、操作してる時の、あ、今ルアーがここでとか、ルアーがこう泳いでとか、そういうわずかなもんとか、あとはボトムのマテリアルが泥から小石系に変わったなとか、あ、岩じゃないな、木やなとか、そんなんがすごい鮮明ですね。おらっしゃ。でっか。全然バレる気せえへん。全然バレる気せえへん。来たー。いきなり50アップ。あの魚の乗ってる感が違う。完璧やわ。貫通してる。しっかり貫通してる。さらに来た。前当たりでしたね。なんか違和感を感じて合わせたんですけど、その後にもう一回聞いてました。もう絶対バレない。よっしゃ、完璧。へい、ちょっとベイビー。11月5日オールスタークラシック参戦のため、加藤と小野は茨城県土浦港にいた。そこでついにセンセーショナルな出会いを果たすこととなる。ナルオが大事そうに抱えるロッドケース、そう、新ポイズンのファイナルプロとポイズングロリアスが出来上がった。なんとか間に合いました。ファイナルです。お、来た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 。かっこいいんじゃないですか。ね、結構ね、びっくりですよ。何がびっくりなの。全部組んでみて重たくなるかなとか考えましたけど、すごい。かっこいい。だ、早くは。あ、嘘。ね。これ何パワー？72。これ72なの？72です。すごいかもしれない。そう。本当すごいわ。よお、素直に感動した。かかったから。シャープさが素直に出してるのね。どうなっちゃうんだろう。理由つけてくれ。オッケー。じゃあ明日スタワー。頑張ってください。これで。頑張ります。
翌朝トーナメント初日、土浦港は多くのギャラリーたちの声援に包まれていた。やったやった、とりあえずよし。ボートデッキに並ぶ完成したばかりの新しいポイズングロリアス、トーナメントでの実戦でそのポテンシャルが試される。はい、わかりました。はい、今手を拭いてる間になんともすごいタイミングできました。2本目。極限の状況下で繰り広げられる熱き戦いが華々しいデビューとなった。ついてる。よし、食った。よし、食った。よっしゃ。よっしゃ。これも600だね。一見華やかに見える表舞台、しかしその陰にはとてつもない時間と労力が費やされていた。本当に良いものづくりとは何なのか、釣れるものづくりとは。そこには時代を見据えた確かな目と妥協を許さないこだわりがあった。2日間にわたって行われたトーナメントで加藤は堂々4位をマーク。確かに何かが変わる。時代は動き始めていた。